平成22年7月26日月曜日、総理大臣官邸で予算編成に関する閣僚委員会を開催。平成23年度予算の概算要求組み替え基準の原案を決定しました。その後、野口聡一宇宙飛行士による表敬を受けました。野口宇宙飛行士は平成21年12月21日から平成22年6月2日までの163日間宇宙に滞在し、国際宇宙ステーション日本実験棟きぼうでの科学実験やシステムメンテナンスなどの作業を行いました。そうですね、はい、国際宇宙ステーションで滞在を終えて戻ってまいりました。やってものを確認いたしました。半年間この希望の中でいろいろとご実験を行いまして、今回はこのロボットアームの新しいのが1つだったんですね、はい、それで、この希望の中で2つのロボットアームを使って、またいろいろな実験を宇宙空間でもできるようになったり、その中でも、ね、本当に50テーマぐらいですかね、半年間の中に。これがこの中の本人ですかね、こちらに出てますけど船内実験室と船外と、これ今ロボットアームです。これだけ実験のどんぐらいなんですか？これは大体4メートルぐらいの大きさがあって、まあバスぐらいですかね。また菅総理に野口宇宙飛行士が宇宙から撮影した富士山の写真が送られました。本日はい、私のフライト中に撮影しました、はい、富士山の絵を午後、国家戦略室スタッフミーティングおよび北岡伸一東京大学教授との意見交換会を開催しました。その後、日本労働組合総連合会連合の古賀信明会長らと会談を行いました。27日火曜日、総理大臣官邸で第15回犯罪対策閣僚会議を開催。児童ポルノ排除総合対策等について話し合われました。閣僚閣議においては、この児童ポルノ排除総合対策を含め、犯罪をなくしていくための取り組みについて、強力に取り組みをお願いをいたしまして。その後、第11回口蹄疫対策本部会合を開催しました。本日午前0時をもって、最後まで残っていた宮崎市周辺地域の家畜の移動制限が解除され、宮崎県においても非常事態宣言の解除が発表されたところであります。夕方、予算編成に関する閣僚委員会を開催。平成23年度予算の概算要求組み替え基準を了承し、この後開催した臨時閣議で閣議決定しました。30日金曜日、総理大臣官邸で都道府県議会議長との懇談会を開催しました。ぜひともこれからも皆さんのご意見を十分に聞かせていただきながら、そうした国の形を本当に国民にとって自分たちの意思が政治に反映しやすい、そういう国に一緒にしていきたいと、このように思っております。午後、天皇陛下ご臨席のもと、参議院議場において行われた第175回国会開会式に出席しました。夕方、臨時国会召集に合わせて記者会見を行いました。参議院選挙が終わりまして、今日から臨時国会が始まりました。この機会に私の方から
これまでの参議院の結果、さらには政権交代から約1年間を振り返りながら、今後、菅政権として取り組んでいこうとしている、その方向について、国民の皆さんにぜひお話を聞いていただきたい、そういう思いで、この記者会見をセットさせていただきました。